サップカズブレイクジュンゲバリー、どうもジュンです。はい、ということで今日もね、クリストスピルズの方へやっていきたいんですけども、今日はですね、面白いリプレイの方を見つけたんでね、はい、その時動画撮ってなくて、まさか撮れると思わなくて、その動画をね、紹介していきたいと思います。こちらになります。はい、ということでね、まあやっていくんですけど、これマジで面白くて、まあ全国語ね、選んでやって、その見る感じなんですけど、まあ見てる人は分かると思いますね。はい、これでやっていくんですけど、まあこの時もね、シルバの CS 持ってる時でやっていくんですけど、まあこんな感じで手札を変えて、まあそうね、崇拝者は最初の方いらないから、まあ後々でいいかなと思って、この時はホルスにしたんですけど、まあ崇拝者あった方がいいかなと思うんですけど、まあこんな感じでね、はい、この人、爆弾をいっぱい手札にね、加えてくるんですよ。で、まあ、この時、とりあえずね、その手札から、そのね、果実が来たから、とりあえず召喚したんですよね。で、まあ、スケルトンを連成しながら、まあ、消化で手札を増やしていくって形にしようと思ったんですけど、なんかね、その、不穏な動きをね、いきなりし始めます。はい。フラヨさんがね、すごい、不穏な動きをし始めるんですよ。そう。まあ、とりあえず今のは、あれですよ、手札が、ちょっと圧迫しちゃうからっていうので爆弾使ったんですけど、たまたま当たったんですね、今。たまたま当たりましたと。で、とりあえず相手も CS で、こちらの戦力を削ってくると。で、まあ、こっちも出すもんなくなっちゃったんで、とりあえず爆弾をね、使っていくんですけど、ボムがね、まあ、爆弾ってボムで言ったらごめんなさい、ボムって言いますね、じゃあ。ボムがね、まさかもう一回当たったわけですよ。で、またですよ。また爆弾をいっぱい加えてきて、ドローができないと。で、まあ、最初の方はね、こうやってなんだろう。まあ、ちゃんとね、普通に戦えるから大丈夫だなと思って、戦ってたんですよ。ただ、この辺から、もうすごくないですか？この爆弾姫ってやつが、一生分も手札に加えようとしてくるんですよ。マジで。これマジでやばくて。で、俺はこれ複製だって知らなかったの。複製っていうか、リンネか。そう、リンネっていうのを知らなくて、もう嫌だと思って、全部爆弾を投げまくってたんです。もう一生出てくるから。だって手札引けないじゃん、これじゃ。手札引けないから、もう勝負にならないと思って。その出してくるんだったらと思って、もうずっと全部使ってたのね。そうで、今見てれば分かると思うんですけど、すごくないですかこれ。ね、一回もね、外れてない、自分に来てないダメージ。これって、この爆弾の効果って、ランダムに、相手の、ランダムなんだよ、これ。相手か、自分かに3ダメージだったよ。そう。なのに、これ全部当たって勝っちゃったの、これ。やばくない？マジでおもろかったんだよね、これマジ。いや、すごくて。いや、こんなん初めてでさ。だって、すごくない？爆弾が一回も外れないの。で、いや、これはもう、リプレイどうやって録音するんだろうとか思いながら、まあ、頑張って録音したのこれ初の録音なんですけどね。はい、初のリプレイって感じになるんですけど、まあ、こんな感じでね、面白い動画が撮れたんでちょっとアップしてみました。まあ、ショートの方にもちょっと載っけようと思うんで、皆さんよかったら見てみてください。まあ今回短い動画なんですけど、まあ、以上となります。はい、ということで、今日も動画ありがとうございましたということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、あと YouTube チャンネルとかね。で、最近 Twitch 始めて、その Twitch の方で、クリストスペルズのね、配信の方やっています。はい、まあ、それはね、YouTube でやりたいんですけど、まあ、その YouTube でできないというか、その1時間半ぐらい止まっちゃうんですよ、なんか勝手に。なんかそのデータなしとかなって、その配信がいきなり止まっちゃうんで、それだとなんか失礼じゃないですか、その見てくれた方にも。なんで Twitch がちゃんとね、なんかその遅延とか、そのなんかトラブルがほぼなくできるんで、そっちの方でやらせてもらっていくんで、皆さんの方よろしくお願いします。概要欄に全部載ってます。はい、ということで、また次の動画まで。んーじゃあね。